そこを突っ込んでいくんじゃないよ。ブラッキーなんだから。デイビットは持ってるよ、うん。ごめん、ロムル。どうしたもういいよ。用事があるのか。どうせ昼寝だろ。うんもうレベルも上がっちゃったし。あ、はあ。 よかった。目標達成。でんでんでんで。でん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 。ねねえわって何すんだよ、ロムルってよ。お前のやることなんか別にないだろうかよ。一生ロムレとか言われて <laughs> <laughs> やめてやれよ。<laughs> 何社飛ばしたの違うよ、たまちゃん。あれは、一発アウトで、あの、信用情報会社が全部、 情報共有するからすべてがダメになる。うん。っていうか、俺はさ、まださ、メガバンクの講座解説はできるけど、ハラちゃんできねえよ。ハラちゃんは、あの、メガバンクの講座解説はできねえからね。だから優ょ,ょ,ょなんだよ、あいつ。優ょっちゃなんだよ。 だから,あるよだからあ、あそこしか作れねえんだって言うのよ。銀行口座は前に飛ばしたから、あの、自分の口座開設してる通帳をオレオレ詐欺に売っ払ったから、それで、あの、金融庁のホームページにあいつの口座が、うん、乗っかって、それでアウト。 俺も裕章だけ。いや、それは自分が裕章を、あえてめ、都市銀行とかメガバンクとかに、作らないだけでしょ。うん。そうそう。だ、まあ、そりゃさ、口座売り飛ばしたよねって、あれ、だから、あのー、あの時だよ。あのー、 なんとか層に暮らしてる頃だよ。いや、優雅、優雅は作れないよ。うん。うん、銀行はね。そうだよな。あれ、無所から出てきて、身柄引き受け人も誰もいなくて、なぎさ層に行ってる時だよ。ほんで、自分の口座まだ、 生きてるから、それで、その、非税にも稼げもしねえし、その、そういう、なぎさそうって犯罪者の集まりなわけじゃん、もっと。身が、柄受けもいねえしって、そういうところで情報をもらって、じゃあ紹介してやるよ、みたいな感じで、売っ払っちゃったんだよ それでアウトうん。バカだな。人に口座なんか売ってもうまあ普通によ考えでゃ分かることなんだけどな。いや戻ってくるよ玉ちゃん。無所から出てくりゃ。あなんか野田に手紙が来たとか言ってたで。 今度、たまちゃん野田んとこ行って、聞いてみればいや、来年の春ぐらいだろう。あいつはガラウケがいないから、仮釈はもらえないし、満期だから。うん。と思うよ。うん。 と、俺は思うけどどうだろうだってあいつ弁当持ってんだろだからウェリナに済ましてやれってやだよだってなあウェリナに済ましたら俺もう家に現金置きたくねえもん 腹と暮らすってことは、泥棒を飼うようなもんだぞ。おい、そっちは、どうすんだよ。<laughs> やべえだろうがよ。勘弁してくれよ。<laughs> 何か無くなるぞ、ほんとに。俺 <laughs>、俺、どっか置いといたやつは、あれ、どこ行ったっけな、<laughs> みたいな。うん。 そこまで俺は別に腹に肩入れする理由もないしな。いや、お互い様かもしんねえけど、うん。ただ刑務所行った回数は原ちゃんの方が、俺より上だからな。あいつ、今回で4箇所、5箇所ぐらい刑務所行ってんじゃねえ。うん。 佐野さんとこは相手の飛びまくにですよ。そう俺、そんなに相手ムくれくれえマンじゃないから。うん。月に、10から20の間で。うん、キャスからは入金があるけど。10万切るときついな。ああ。うん。 マジでもう贅沢しないでやっていくようん今月のしまだ申請の日期日は来てないからうん 今月っていうか、今月入ってくる金額 ?11 万ぐらいかな俺のとこに。それが25日に入ってくる。今月のな。先月の申請した金額ね。こうなったのは、自己とこだからしょうがないって言ってた。も,もちろん。 だからさそこそこ有名配信者はもう「うまみうまみうまうまみで」で今日は飲みなしでタバコなんですねえっじゃ俺飲まない今飲んでない状況なのこれ えいや、まぁ、あ、うーん。いいけど。ユイガが一緒にいたら閲覧らいだからそういうことを俺が求めてないってこと。逆に、薬物かなんかで捕まったやつと俺は絡みたくねえや。うん。うん。 変な話な。じゃあよ、佐野よ、ゆいが出てきたら、佐野家詰まわしてやれよ。あのバカ俺んちに、もしもだよ、変な薬持ち込んで置いといたら、俺までパクられんぞ。やべえで。うん。そうだろ じゃあね。やべえから、女で、あのー、ポンタロちゃんは、もう嘘つきだから、絶対に嘘つき。本当のこと絶対言ったよね。あの、清原で分かったろなダウンタウンの番組に出てさ。んもう明らかにポンなんだよ。あんなの。誰が見たって。 絶対に嘘つきやってんだからうん平気で嘘つくし平気で泥棒するしな まあ俺周りにそういうのがいたからね。妙に停止せずで、あの、人、いい人なんだよ。あのね、妙にいい人なの。あいつ、いいやつだよなーってなるんだけど、最後にい、いいやつじゃなかったみたい。な やべえよ、こいつ。簡単に裏切りますよね。それは、あれだよ、ケンジ。薬のためなら、まっしぐらだから。レイビアいらっしゃい。うん。 あと、なんか連絡つかない時期が、急に増えたりとか、もうこもりだよな。こもっちゃってんだよ。あーああって、女とちょめちょめでこもってんな、みたいな。おい、そちゃ、お前さ、そのアカウント、 ブロック入れられるよ。おはようございます。もうさっきから分かってたんだけどね、相手してやってたけど。もう来んなよ。削除。ブッシュマンいらねえから、俺んとこ。うーん。 あ、でもよ、今日よ、暴虐、自白で、俺のミスを言わなかったな。あいつ、俺よ、ステンコロリンを、あの、言われねえか、チェックしてたけど、大丈夫だったな。<laughs> あんねあの、そこは、言われんだ、と思って。 まあまあいいけどな。うん。<laughs> まあ、いいや。ごめんごめん。思い出し笑いだから、それは。じゃあね、いらっしゃい。うん。それは、思い出し笑い。ああ。 でもさなんだろう俺実はさちょっと芸能界のパワーゲームやったんだろうなと思ったの上島竜平に対するうん シロシロこんにちは。ダルマお久しぶりです。わかんねえな、ブロックです。さよなら。もう、そういうのね、クソみていなアカかと作ってくんなよ。うっしよ。もう、鉄でわかんだからよ。アリオシかいを、にとって、やっぱ上、上えし 竜兵会が、ちょっとめんどくせえんだよな。だから今やもう有吉にみんなすり寄ってんだろ。竜ちゃんの存在感がなくなってるわけだよ。悪い人間じゃねえんな、あれな。苦労してるから。 リュウちゃん好きだったなうーんあれ子供いねえんだもんな風に吹かれて歩いて行くのさなんだっけその歌広いあ,あ。 白い雲のように。うん。猿がんな。うん。違うよ、だから、たまちゃん。押すなよ、押すなよのネタは、 あれは元、たけし軍団だからね。やってたのは。あの、ネット、風呂も、全部、たけしのネタだからね。うん。あと、おでん芸は、あれは、片岡鶴太郎が最初だからね。で、鶴ちゃん、もう、あの、 ダチョウがやるんだったらいいよって言って、おでんげを封印して、で、たけしも、あの、軍団に <laughs>、ダチョウにやらせりゃいいよって言って、で、あの、ジョッキーで使ったんだから。そうよ。うん。有名な話だよ、これ。 おでん芸は、片岡鶴太郎が、最初だね。うん。まあ、今、なんか、ヨガとかになってるけど、うん。ヨガおじさんになっちゃってね。うん。ガリガリになってるけど。 でもガリガリになっても死なねえんだろうな、多分な。あそこまでガリっても。優しい人が鬱になるらしいっすね。りゅうちゃんも繊細やったんかな。ああ、人に気を使う人なんじゃないのうん。片岡鶴太郎も、めっちゃ、違うよ、あれはヨガだから。 うん。うん。インド系のヨガをやってるからじゃない。そうそう。あれは病気で痩せてんじゃねえ <laughs> あえての、あの、自分にストレスをかけてるわけよ。あの、悪いものを外に出すっていう。だろうありんかんな 俺たち金属でな <laughs> まあ芸能界は闇が深いよ工業というものはそういうものですだから一発ブレイクすると 莫大なお金が入ってくるけど、うん。それこそひな壇に座らせてもらうために必死に努力してる若手芸人なんていっぱいいるし、そこの MC に嫌われないために、媚び売ってんだよ。生きたくんもね、飲み会に、な、行ったりとか。 ボクシングのセコンドもやってた。ああ、あれはだから、もう繋がりがわかるだろ、どんノチョウ。セコやるってことはそういうことよ。んボクシングジムなんて真っ暗、真っ暗闇だからな。山岡こんにちは。コンテありがとう。 だってよ、どうのっちょ、考えてみりゃいいじゃん。世界戦の、な、ボクシングの大会、一番被り付きの席、誰座ってんだよ。な顔見りゃみんなわかんだろ。 まあまあ、ね。あんまり余計なことを言うと、おじさんも、あんまり余計なことを言うなって、お叱りがどっかから飛んできそうなんで、はい。あ、俺、あれと飲んだことあるよ。あの、具志堅洋子。うん。あと、あれ、あの、ダンプ松本とかの、あの、あれのレフリーやってたの。 あれとも飲んだことある。うん。なんだっけな、あいつ、名前も忘れちゃったよ、あの爺うん。二十年ぐらい前かな。うん。立川のスナックでな。違うよ、タイガーはっと、安部シロウ。うん。 aber sie roht lo...